はい。ともくんチャンネルです。はい。今回はね、えー、ちょっと試しで、えー、この前にね、紹介をした、えー、これはダイソーさんの100均なんですけど、それのミニカーですね。コブラを3台、これ、ありますが、 まだ1個は袋から開けてません。はい。で、えー、1個はちょっと外に出してます。まだ分解する前ですね。はい。で、1個は、えー、ちょっと先ほどね、えー、分解しました。はい。これボ,ボディです。はい。で、タイヤと、シャーシと、で、 えー、これ、内装ですね。はい。で、えー、これが、ガラスですね。はい。これだけ、分けれます。はい。で、えー、この、ね、プラチック類のとこは、 色分けはできると思うんですけど、これ、やっぱね、あの、鉄なんです。はい。まあ、ね、あの、ちょっと色を拭いて、がまあ、磨いて、えー、色拭け,けるかどうか、ちょっと試してみたいと思います。で、えー、失敗してもね、100円なんで、また、 えー、もしね、そ,その、百均さんで、えー、あったら、買っていきたいと思います。はい。で、えー、一個は、ちょっとね、これ、コブラブルを拭いてみたいと思いますし、えー、一個は、ジャガーグリーン。 を拭いていきたいと思いますし、で、もう一個、ね、えー、ジャガーパープルを拭いていこうと思ってます。まあ一個ね、えー、ちょっと試しで、えー、やってみようかなと思って。で、それで、まあね、えー、ブラチック類はまあいい、いいとしても、その、このボディの鉄の部分ですね、が、あのー、まあ 色が乗らなかったりとか、えー、そんな感じでなってたら、ちょっとね、やめときます。で、それだったら、あとの2つは、えー、まあ、オートクリアだったら、あの、フィニッシャーズさんのね、オートクリアだ,だけだったらいけると思うんですけど、まあ、それでね、ね、えー、ピカピカと。 やっていきたいと思います。はい。まあ、またね、えー、ちょっと、えー、できるかどうか、あのー、拭いていきたいと思いますんで、ちょっとスキップします。はい、スキップしました。えー、今ね、えー、全部磨いて、まあ、あのー、シャーシとかはね、磨いてないんですけど、 えー、この、ボディの方と、で、えー、この、内装ですね。まあ内装の周りとかね、えー、言うたら、この、後ろの、後ろの座席の背もたれのとこですね、のとこは磨きました。で、えー、 鉄のボディなんですけど、ちゃんと乗りました。これは今、あのー、下地でね、あのー、まあ、コブラブルーがはっきり見えるかなと思って、えー、一回、これ下地で、えー、フィニッシャーズさんの、えー、っとね、スカイブルーかなを拭いてみました。はい、ちゃんと、 乗ってますはいこんな感じに乗ってますねえー、これやったらねいけると思うんでえー、これが乾いたらコブラブルーこの上に拭いてみたいと思いますスカイブルーの上にねえー、コブラブルーを拭いてみたいと思いますでえー、この 内装と、で、この、シャーシは、今、フィニシャーズさんの、えー、ウエストブラックを拭いてみました。はい。こんな感じになってます。で、えー、あと、ね、このエンジンの下の部分とか、えー、マフラーの部分。 とか、えー、ちょっと細々したとこは、えー、筆で色分けしてみたいと思います。はい。で、内装も、えー、ウエストブラックで拭いて、えー、まあ、シートとかハンドルとか、そういうとこは、えー、ちょっとね、筆で色分けしてみてみ、えー、してみたいと思います。 はい。で、あとはね、この、ガラス面とタイヤ、ホイールの部分は、えー、後からね、えー、まあ、これ全部、えー、拭けてから、一緒にオートクリア、フィニッシャーズさんのオートクリアを拭いてみたいと思います。はい。またね、えー、ちょっと、 コブラブルーを吹いた時に、えー、吹き終わった時に、えー、ちょっと紹介しますんで、えー、またスキップします。はい、スキップします。はい、スキップしました。はい、えー、コブラブルーと、えー、フィニッシャーズさんのオートクリアを吹いて、 えーまあま、ね、一台は、こういう感じで、今、乾かしてます。で、えー、やっぱね、あのー、鉄の部分の、まあ、ボディなんですけど、それでもね、あのー、フィニッシャーズさんの、えー、カラーでしたら、乗りましたね、これ。はい。これが、 これがコブラブルーです。はい。えー、買ってきたままのコブラの色でしたら、この色です。はい。どうですかえーこ、こっちの方がいいかなはい。どうですかこの色。色の違い。はい。 まあね、あのー、プラモデルとかでもあるんですけど、あのー、コブラでね、コブラブルーとかを吹く人がいっぱいいてますけど、ミニカーでね、コブラブルーを吹くとかっていうのは、まあそんなにいてないかなと思うんですけど、はい。こんな感じの色になってます。これは、あのー、 えー、オートクリアも吹いてます。はい。これ猫の手をね、二つにしとかなね、あの、外れるんです。はい。こんな感じで、どうですかコブラブルの色になってますね。はい。で、えー、これ実は、 3日間かけてやってます。はい。えー、スキップはしてますけど、えー、3日、はい、丸3日かけてやってます。はい。えー、っと、それと、えー、シャーシはね、まあそのままとかタイヤとかもそのままね、 あのー、オートクリアを吹いたんですがボディの方ねこのこの色にしましたはいあのー、これはガイアさんのあのいつも僕が使う赤サフっていうやつとでコブラブルーをちょっと混ぜてえー、こういう感じの色にしましたはいなんか 独特な色になってますね。えー紫、紫でもないし、なんかね、えー、こういうような感じの色になりました。で、えー、これからね、シートとか、えー、ハンドルとか、こういうね、えー、センターコンソールのところのところもちょっと色分けをしますんで、はい。 まあ、こんな感じの色で。まあ僕はちょっとね、えー、気に入ってる感じの色なんですけどね、内装はね。はい。で、ね、このコブラブルーの色もいい感じになってます。はい。今日ね、えー、まあ、昼、昼過ぎかなに、えー、クリアを吹いたんで、 えー、今日はこのままちょっと置いときます。で、えー、またね、えー、こちらのコブラと、で、こちらのコブラを違うようですね。あのー、このジャガーグリーンと、で、 えー、ジャガーパープルを拭いていきたいと思います。はい。まあ、三大、あのー、違う色になると思うんで、えー、見比べて、えー、まあ、あのー、いいなって。まあ、一個ね、これ、コブラブルーのやつを、えー、僕も、ダメかなって思ってたんです。あの、鉄の上には、ね、あのー、 色乗らないかなと思ったんですけど、えー、ちゃんと磨いて、えー、フィニッシャーズさんの色を吹いたら乗りました。はい。だから、こっちもね、この2台、この2台も、えー、ちゃんと磨いて、えー、また、ね、ボディはジャガーグリーンですけど、え内装とかもね、え1、ー、個ずつ、 ま、三台ともね、違う色にしてみたいと思います。はい。まあ、それではね、今回はこんな感じで、えー、コブラブルーの、うん、ジャガーと、で、あと色、ね、色分けっていうか、色を拭いていくコブラですね。はい。が、えー、やりました。で、ま、あこれからもね、えー、この二台、えー また3日4日かけて、やりますんで、えー、よかったらこの動画も、えー、次の動画もね、えー、見てください。はい。えー、ちゃんとしたコブラブルーの色になってます。はい。それでは、今回はね、この辺りで終わらせてもらいます。はい。ともくんチャンネルでした。お疲れ様でした。 拜拜。Bye bye.